とっては、太平洋戦争以後、初めての固定翼航空機を運用実施する艦艇が護衛艦出雲です。この、伊豆、モノ空母化改修工事が、徐々に進んでいるということは、ご存知と思います。今回は、伊豆モノ艦載機となる F-35B 戦闘機の着艦誘導装置をレイセオンと契約したという情報が入ってきました。この装置の実装後に F-35B 戦闘機が納入され、訓練開始ということになります。伊豆モだけでなく加賀も改修工事が進んでいるようです。アメリカ海軍の航空システム司令部、ナベアルは、2023年2月7日、日本に対する新しい対外有償軍事援助、FMS を発表しました。これは、航空母艦化改修を実施中のヘリコプター搭載護衛艦出雲に対するものだったそうです。出雲に対する内容ですが、レイセオンインテリジェンス&スペースが提供する J パルスと呼ばれる装置を860万ドル、日本円約 11.3 億円で供与するというものでした。この J パルスというものは、ジョイントプレシジョンアプローチ&ランディングシステムの頭文字の略称で、着艦誘導装置の製品名ということです。今回、アメリカのレイセオン社が、対外有償軍事援助、FMS を通して日本へ提供するということになったのです。改めて確認ですが、ヘリコプター搭載護衛艦である出雲、加賀の2隻は、アメリカのロッキード・マーチン社の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするために、段階的に航空母艦化改修を行っています。その中で、今回 J パルスという、着艦誘導装置は、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 戦闘機をより安全に運用するために、まず1番艦出雲への実装手続きが進められたものでした。現時点の予測では、実際出雲に J パルスを搭載される時期は、来年2024年だと見られていて、対外有償軍事援助 FMS での実施になるので、実際の費用は、今回発表された額より増加する可能性があると思われています。その理由ですか、アメリカの対外有償軍事援助で提示される金額が、最初の時点では見積もり金額なのです。ということは、実際に支払う金額は、この前払い金に加えて、不足した時には追加徴収される場合があるという手法だからです。つまり、初期費用として思ったより安く提示して安心させておいて、最終的には目玉の飛び出る金額を請求する恐れがある手法ということなのでしょう。どこぞの氷菓子みたいだなと感じるのは筆者だけでしょうかね。さて、この J パルス装置そのものはアメリカ海軍の11隻の大型原子力航空母艦や強襲揚陸艦8隻すべての固定翼機を運用する艦艇にすでに搭載されています。こういった実績を含めて非常に高評価を勝ち得ているシステムと言われます。実はアメリカ海軍以外にも採用されています。イギリス海軍が誇る航空母艦クイーン・エリザベスやイタリア海軍の航空母艦カブールにもすでに搭載されています。つまり、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を運用する艦艇のデフォルト装備になっていると言えましょう。もともと、J パルス自体は、アメリカ海軍とレイセオン社とが共同で開発したシステムです。F-35 ライトニング2シリーズの戦闘機であれば B 型だけでなく、通常の航空母艦用の C 型や F-A18 などの戦闘機のみならず、MV-22 オスプレイ等の艦載機にも対応しているといいます。アメリカ海軍は、こういった航空機を、どんな荒天の下でも安全で、自動的に着艦できることを目的として、J
J パルスを導入しています。一例ですが、通常なら後転とみなされる波の高さ 4M の場合でも確実な着艦が行えると評価されているそうです。この J パルスは GPS を使用した位置情報の取得と UHF 波による通信を行うことによって、航空母艦や強襲揚陸艦へ対象航空機が着艦することに対応するシステムです。降天時まで全ての天候に対応可能なシステムですから、全天候型のシステムと呼ばれるのも当然かもしれませんね。 J パルスの運用について説明します。まず対象航空機に信号を受信する装置および専用の GPS 用のセンサを搭載させます。航空母艦等側ではシステムそのものである電子機器類と信号を発信するアンテナを装備する必要があります。そして対象航空機は搭載した受信装置によって GPS センサで自分が得たリアルタイムでの位置情報と航空母艦等側から発信される UHF 波による、さらに高精度の位置情報を照合することによって正確な位置に着艦を行えるというわけです。航空母艦側からは指向性の誘導用電波を発信させられるので、降天時など対象航空機のパイロットが物理的に視界不良に置かれている場合でも安全で確実に着艦誘導が行えるシステムと見られています。着艦誘導自体も J パルスにおいては全てシステムが自動で行う制御も可能で、航空母艦や強襲揚陸艦での航空機運用についても最高難度と言われる行為を完全にシステムが代行できるということになります。実はアメリカ海軍が J パルスを導入したのもそれほど前の話ではありません。2018年、平成30年、ワスプ級強襲揚陸艦1番艦であり、ネームシップのワスプへ F-35 ライトニング 2B 型が着艦したのが初めてのことですから、かなり新しいシステムということがお分かりだと思います。ちなみに、いずもは2021年10月、四国沖合海域で山口県岩国基地に駐機している在日アメリカ軍海兵隊に、所属の F-35 ライトニング 2B 型を2機、初めて着艦させました。成功裏に終わったことも、当時大きく報じられましたね。この時の出雲は、F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に対処するため、飛行艦甲板への耐熱工事が終了した段階でした。当然、J パルスは未搭載でしたから、当該 F-35 戦闘機は手動で着艦したそうです。J パルスをこの航空機や航空母艦側に搭載できれば、前述のように完全に自動モードで着艦も可能だったはずですが、あくまでシステムですから、パイロットが難易度の高い着艦技術を身につけるのは必須課題と言えましょう。機械頼りに慣れすぎて、突発的な出来事に対処できないのでは困りますからね。命がかかっていることでもありますから。現在も航空母艦化改修工事中の伊豆、元加賀についてはこうした在日アメリカ軍海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型が運用試験やノウハウ蓄積のため、その都度協力を仰ぐ形が想定されているようです。当然費用はかかりますよね。アメリカがタダで動いてくれるとは思えません。今回の J パルス導入などの必要機材調達と並行して、アメリカ側に必要なコストを支払う形で予算化されているのです。肝心の日本への F-35 の導入については、現時点では2024年度にまず6機を購入する計画になっているそうです。現時点では、これを皮切りに、
総計42機を購入する計画が打ち出されているといいます。出雲、片子栄艦の航空母艦化改修が完了しても、F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は、マックス10機プラスアルファ程度と見られています。艦艇への割り当てから考えると、単純計算では、倍以上の調達を見込んでいる、計算になるのです。この F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の配備先としては、宮崎県の新田原基地が有力視されています。加賀が母港とする広島県の5基地、今後、拠点としての整備が予定されている鹿児島県馬毛島へも近い距離ということがメリットというわけです。そして、この配置は、南西諸島の防備を固める上でも有効作用すると考えられます。現状では、その地域の防空を担う陸上滑走路として、沖縄本島の那覇基地しかありません。いざという有事の際、出雲、片子栄艦が移動可能な航空基地として活躍してもらうことが期待されるのです。前述の通り、出雲、片子栄艦の航空母艦化改修が終わり、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の運用が可能となったとしても、想定される搭載機数は少ないので、期待するほどの戦力にはならないという批判の声も少なからず存在しています。とはいえ、想定される台湾有事が万が一現実化した場合、中国側の攻撃が沖縄本島に向けられることは、ほぼ確実と見られます。となると、日本の滑走路が使用不可能になる確率は高く、別の手段での航空戦力投射手段の確保は必須と思われます。現在も続いているロシア・ウクライナ戦争を見ても、ステルス製の希薄な第4世代戦闘機は、ある規模以上の防空ミサイルが機能している状況下に投入するのは困難ですから、F-35 戦闘機の優位性は、さらに高まってきていると見られるのです。2023年1月、アメリカ軍事系シンクタンクとして、有名な戦略国際問題研究所による台湾有事のシミュレーションでも、台湾、日本、アメリカの航空機が、多数の損害を受けることが示唆されましたが、内容としては、第4世代機が多数を占めると思われます。